板倉がシティでサイドバックで頑張ってるのすごいな。いや本当ですよね、本当に感動しちゃったもん。ちょっとただ我々が勝ちましたけども、冬休み明け定期テストなのに猫庭さんをずっと見てる僕って頭言ってますね。そうだね、他にやることは絶対にあるよね。定期テストだもんね。でもね、僕ね、人生で勉強したことないけどね、大丈夫だよ。あんま無責任なこと言えないけど。猫人のフォーメーションマジで使いやすい。まあ、僕もね使いやすいとは思ってます。まあね、いろいろ使ったんですよ。41212とかね、442とかね。基本的にだからチャンピオンズファイナルとかでやるときは、オンラインでやるときはもうこのフォーメーか、2点差以上で勝ったら4222にしたりとか、あとは5212か、この3つかな一番使うの。私が攻めるぞっていう時は大概この4321です。サードチャンネルでね、カスタム戦術とかも全部公開してるんで、よかったら覗きに来てください。 UT の話ですけど、成人式に向けてパーマかけたので、今ならゴーモー FC に入れる謎の自信が群してます。ゴーモーコーナーの総練習しときます。え、ちょっと妖精さん、髪型だけでもちょっと送っていただけませんか。後ろ姿だけでもいい、書類審査待ってます。友達のサッカーコーチがシティってみんな迫力あるけどアケだけないよねみたいなこと言ってたらしくて、めっちゃびっくりした。あのゴーモーで、なんかね、なんかアケってフィジカルがないみたいな評価されがちなんですよ。足は速いけどフィジカルがないみたいな評価されがちで、そういうことを言ってんのかな。ちょっと見てほしいね、うちのアケを。ナイドレジェンドでペップとクロップ煽ってるの草え、サガンポクさん、アルティメット普通に勝てます？キャリモでアルティメット、選手キャリアの時はずっとアルティメットでやってましたけど、チームキャリアだとちょっと自信なくて、っていうのも、UT のスカバトだとアルティメット、まあ、3割勝てればいいぐらいかな。多分10回やったら6、7回負けるんですよ。UT だからか、あれは。で、それだと動画成立しないんで、レジェンドでやってるんですけど、全然勝てる？キャリモアルティメットで。ぜひちょっとなんかカスタム戦術とか、プレイ動画とか上げてほしい。参考にしたい、マジで。デレアリの曲の件ですが、デレアリではなく、デレアリの方がしっくりくると思います。え？私、歌ってません、ちゃんと。デレアリって。あれ？デレアリね。え、歌ってない？ソロモンさんの言う通りに歌ってない？あれ？38歳のウィレアプリユーザーです。ヒカックさんから来ました。同世代のサッカー好きとしてこれからも応援してます。ウィレアプリの動画も上げてください。おお、これヒカックさんからの輸入は、過去例がないですよ、おそらく。ウィーレアプリね、e フットボールになった瞬間にちょっと気合い入れようと思ってるんですよ。昔というか去年とか割とウィーレアプリ動画出してたんですけど、ちょっと e フットボールやりましょう。リーモーさん一緒によろしくお願いします。いや、かっこいいね。ハードソードイさん。かっこいいね、カルバトルインさん。前回ね、カルバート・ルーインさんが、休暇を取ってですね、オホーツク海の漁船に乗ったっていうニュースが飛び込んできましたけど、まあ、戻ってきてくれています。シティとの勝ち点差は5。で、今日どことだったっけ？あれ？チェルシーと？チェルシーとビラだっけ？今日。なんかそんなような記憶がありました。え？何これ？違う！全然もう記憶がぶっ壊れているハマーズとウルブスです。どういう記憶？私の脳はチェルシーとビラってどっから出てきたんかい。でちょっと疲れてるんでどうかな、どなんかどうなんか言うて、まあ、キレも上げつつですね、上げつつ。マンビンビがね、カルバートルーインさんにこう対抗意識燃やしてハットトリックとか取ってましたから。前回は、今回はカルバートルーインさんの爆発をちょっと期待したいなという、そういう心はあるよね。心はハマーズ。ちょっと記者会見行きましょうか。ここまで素晴らしい結果を残し、回を回避できそうな位置につけています。回を回避してて2位、私たち2位、宇須田京子てめえ、住所晒すぞてめえ。ウェストハムがあなたのチームに勝つ可能性はありますか？だから可能性の話をしたらあるよ。可能性の話をすれば可能性っていう言葉の意味分かってる？この調子は維持できそうですか？もちろん論でございます。野暮な質問ありがとうございます。試合行ってきます。ユニフォーム変えた方がいいと思う人？はーい、変えまーす。ただ体力は回復していたっぽいな。体力は行っちゃうか、フルメンで。
マンビとかもちょっとなんかいい感じ醸し出していたけど、ちょっと言っちゃいます、やっぱ勝つということが一番最重要項目なので。やべえ、顔出てなかった。シャボンティ諸島にようこそ。クリマが泣いて叫ぶぐらいウエストはもうボコボコしてろかなと思ってますけども。なあクリマ、なあクリマ、なあ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 。なんかもう大好きこのメンバー、私大好きです本当に、マジでやってまうで本日も。でこのあと私はプレーオフに出てチャンピオンズファイナルをやんなきゃいけない。もう土曜日の夕方ですけど間に合うんでしょうか、明日の夕方か夜のチャンピオンズファイナル報酬開封配信に。じゃあなんつったらいいかな、こうスカバトもそうですけど、オフラインでちょっとプレイしすぎるとオンライン弱くなるんだよ、FIFA って。これマジで、これマジなんですよ、本当に。だから、このキャリモノすぐ後にやりたくねえんだよな、プレイオフとか、あんまり。え、この気持ち分かる人いるでしょ、この気持ちは何だろうで。強からだ。はい。はい。しっかりハドソンと走ってもらって、いや上手すぎる守備、それはさすがに OK。 モイズクロス上げてこねえな、ゲームのモイズは。なんでだ、えオフサイドだ、びっくりするよね。来た、これも打っちゃう。いいよ。いいよ。ナイディだよ。うそ、速くない？速いな。はい。いや、マジか。ノー！オッケー、オッケー、オッケー、ノー！オッケー、オッケー、オッケー。え、なぜどうぞ、ノー3連発やん。ノー3連発、シャボン玉やめろ、お祝いのシャボン玉。ちょっと一回素直に出そう、ハドソン・オドイに。いや、かわせないです。まあ、拷問コーナーはですね、セットプレー戦術十字キー下押して、ファーポストに走り込む。で、この一番こっちの選手に強パスか罰パス、警戒されそうなの強パスですね。これをこうサファーに上げてドンです、これです。はい、強い、はい、強い、はい、これなのよ、これ。まあこれ、まあ UT でも非常にこれが使えるんですけど、なんて言うんでしょう、なんか変なメッセージ来たりします、これで決めると。オッケーオッケー、ナイスキャッチング、キャッチング。ちょ、落ち着こう、落ち着いて、まわ、ちょっとな、ちょっと待って待って待って、むっちゃ上がってる、サイいけるかな。やーデレーリよしよしよ、デレアリさんいいとこい、おっと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 、トイトイトイ、これやる、デレアリさん本物。やっぱハーフスペース取って中に強パスがいるよね、さすがだ、最高だな、最高。ナイス、バラさんドリブル、いいよ。これシャビシモンズとワンツーとかするふりして、こうのこうのこう、ジャドソだよ。ただここでもう一度拷問コーナーができる、これ私たちの喜び、喜び勇める。あ、ちょっと違う、ちょっと弱いよ、嘘でしょ、嘘でしょ、アブリル・ラビー、え、何が、
まあ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 確かに確かにクラマリッチかなこれは顔が似てないんだよ怖い怖い目が怖い早左かな左だ左うわいや分かってたのにちょっと左向いたな思ったのにやめろシャボン玉シャボン玉がねボールに見えるのよ時たまちょっとマジでやめてほしいこれ本当にまーた新しく吹いてるねえマジボールに見えるんだってたまに同じ大きさのシャボン玉が近くに現れる時あんのよこれ本当だからやるよねやめてよねやめてよずっとチャンピオンフットボールムーブはナイスゲンジョジいやーマジかよマジで言ってるいやこれ取ってるじゃんだって我々はねえやってシャボン玉吹かねえのかほんで逆転の時は切れたか来たよし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 ナイス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 さすがカルバートリー落ち着けばこういうことだからコロンつってでも点入りすぎなんだよ今本当におかしいって当たり前のように野球みたいなスコアになるからはいいいやマジいやー引き込めない引き込めないかはい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 オッケー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 交代したいんだよな交代したいけどちょっとプレーが切れませんクラマリッチStill on level terms, moving the ball nicely. ナイスゲージ取れてないオッケー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 いいよ外に行かすの分にはまだいいまだいいねゲンドゥ動いてくれマジで よいしょオッケー大丈夫大丈夫オッケーオッケーチャンスチャンスすぎあ来た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 ハードソイルスピーディービースピーディービーこれどうしようかこういこうか読まれてたいけないいやーパスでもよかったかな、まあ、いつもの交代ですけどもちょ万尾でここは万尾でトーマさんじゃなくて万尾でいきます向こうも変わってきてるね全然なんかモイーズさん全然クロス上げないけどね今日の試合拷問コーナーでアドバンテージ得るしかないんだ俺たち本当にチキショーああっオッケーオッケーえねえなしマジなしねえマジなし危ねえなんでこぼれ球ゴンゴンゴンで相手に行くのよよしナイスチャンス来たカルバトリーマジマジカルバトリーいやマジカルバートルーリン最高やってくれたよこの男なんだよやっぱり劇的じゃないさあ守ってねあと30秒ぐらい終わっ OK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 
話そうです。いや素晴らしい男です、彼は本当に。できれば結ばないで、髪の毛もじゃもじゃのまま試合出ていただきたいんですけどね、本当はね。最後まで均衡は続いた試合でしたが、ラスト5分で勝ち越しに成功しました。運に恵まれたと思いませんか？運って運ですよ。
負けるかもしれないと思ったことは？いや、正直、負けるっていうか、まあ、引き分けかなと思ってはいましたが、結果、勝った。これが、勝負の世界。フルボール。プレミアルリーグ。Thank you。いや、カルバート、どうしてます？この写真。これ、白目向いてない？ほんで。いやー、でもやっぱさ、今の、さあ、あれでもさ、やっぱ俺ってさ、レジェンドがちょうどいいくない？まあ、設定ってね、FIFA っていっぱいあるんで、なんて言ったらいいかな。あの、このコンペティターモードっていうのだけでも、話変わってくるし、あとはですね、この、このね、ほら、この、これ。アルティメットモードでやってるふりして、コンピューターのスライダーを下げるとかいうこともできちゃうんで、なんとも言えないんですよね、FIFA って。ここの難易度だけじゃ。あとはですね、レガシーディフェンスっていうのと、戦術的ディフェンスっていうのがあって、僕は戦術的ディフェンスでやってるんですよ。オンラインは下手くそになりたくないんで。だけど、まあ、レガシーディフェンスにすれば、ウィーレっぽくね、こう、バツボタンとか四角ボタンを押すだけで、もう本当に当たりいってくれるっていう。戦術的ディフェンスだと当たりに行かないんですよ。だから最後の最後は自分でこう動かさなきゃいけないしっていうところでも難易度、やっぱレガシーと戦術的でもコンピューター戦は難易度がもうべらぼうに変わってくるんで、なんとも言えないんですけど、まあ僕はレジェンドが限界なのかなっていうのが分かりました。 FIFA はね、もうウィーレみたいにこう敵に向かって突っ走っていくっていうボタンがないので、戦術的ディフェンスにしてる限りは。ただまあ来年ね、チャンピオンズリーグ、今だから我々2位ですけど、来年シティと勝ち点差3じゃん。来年チャンピオンズリーグ出てチャンピオンズリーグプレイするときはアルティメットでやりたいと思います。でシティが勝ち点あれってことは、ちょっと待って、シティ次どことだ？ブラックバーンだな。いや、絶対勝ってくるな、ブラックバーンには。だってブラックバーン一勝もしてないでしょ。まあ、ウルブスにも負けちゃいけないんだよ。優勝を目指すのであればね。優勝を目指して いくのであれば。4選手を失うリスク。いや、それはちゃんとやっとこう。ショルツさんはもちろん更新します。はい。更新させてください、ショルツさん。お願いします。はい。重要でない試合では、はい。サブ要員、全然 OK です。契約期間、延長なし。延長なしってどういうこと？はい。まあ、1年でいい。とりあえずいいです。3万！高すぎるって、ショルツさん、それは。さすがに。え、何がそんなに高くなっている？せめて1万でしょ。せめて。それはおかしいよ。いや、ショルツさん3万はおかしいって。ショルツさんに振られました。あとはこれね。いや、サブ要員でしょ。全然 OK です。給与、まあ、6900だったんでしょ。まあ、7000でどう？7000で。はい。え、みんなすごく要求してくる。バルデさんは、いや、まずいでしょ。契約切れは絶対に。これは命かけてでも、守り通さなければいけない、ま、人間です。チームの要です。はい。あなたもずっとスタメンです。4年の契約？最高じゃない。今、1000なの、給与。いや、それはちょっとさすがに1000はまず、1万5000ぐらい言ってもいい。1万5000ぐらい。マジで。83でしょ、あって能力。オッケー。全然いい。オタクは別にいいや。ウルブス頼む。ちょっと白着てくらんか。黄色、いや、白でお願いしたい。で、体力問題なのよ。ハド、ちょっと疲れてるからね、みんなね。フォスメンサーさん疲れてるんで、まあ、カシーフ行くか、テーゴ行くか。まあ、カシーフ行くか。ハドソン・オドイスさん、デレアリさん、オーリーズさん、いや、オリセイさん行って、シャビ・シモンズさん、いや、チュドハリー行くか、スタメンじゃ。行こう、チュドハリー。ハドソン・オドイさんとこ、トーマスさん行くか。久々にな。マンビはスーパーサブオで。これで行きます。カルバート・ルミンさんいていただければ大丈夫でしょうって。サボンティ諸島は一切ない私たちのホームですから、ボールと、泡を見間違うこともないです。今日はカシーフ
あなたにかかっていると言っても過言ではないです。本当に。あとはチュドハリーかな。うん。かかってます。よろしくお願いしますよ。なんか控えにラファいなかった今。私の見間違いですか？ラファ、子は足早だからな。大丈夫か？先制点取られた。おーっとっとっと、出てくれ出てくれ。おーっとっとっと、大丈夫ね。危ないね。拾いたいけど絶対メリー。いける、いけ、いけないんかい。いい、サイドは行かせ、サイド行かせ。大丈夫、出ないよ。トーマさん、背負って、ちゃんと。そう、いいね、トーマさん。カウントライン走って。行ったんじゃない？ルービンは、これ。こっからでもルイ決まるからねカルバートルインだ。もうあなたがすごい。これでいいゲームバランスどうなってる？もうスキル5、逆足5、それなのもフォワードはなんでキーパーはダメ。それさすがです。上げさすならまだいい。オッケー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 。ナイス。取れちゃダメよ、取れちゃダメ。ナイボー。いや、ゆっくりでいいから。俺たちはゆっくり攻めるっていうこと。あ、これギュンいける。クロスの質いいよ。いや、中だけ出させなきゃ。そっちか。外に出して、頼むから。うん、それならいい、まだ許す。中に出させない。中に出させんなってだからやばいやばい、うまっ、危ない。オフサイド、よし、危ねえ。オフサイド、マジで俺たちの味方した。OK。ここ取れば、こう。うん。そして剛毛コーナー。俺もね、もう一回いきますよ。十字キーを下押して、ファーポストに走り込む、ここの位置に、パス。こっから、強めにファー、ミスってます。カシフ！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 ナイスアケ。アケはやつがある。オッケー。ちょっとトーマスさんに感想あった。よしよしよし、いける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 。これ、あ、じゃあベカベカさんだった。こっちいける。来た。はい、シュートの失失ガルバート・ルービンが全部持っていってるこの試合。いやー、ちょっとオリーズさんね、あー、オリセイさん3発打ってますからね。ここでオリーズさんのまだあのね、みんなから募集したテーマソング流れてないんじゃない？そういえば。あー、戻してくれてありがとう。取れない。よし、トーマさんいい、トーマさんいい。ちょっと軽、ごめん、パスが変なのか。え、なんでカーソル変わってた急に。急にカーソル変わっていたけど。オッケー。うん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 、うん、ちょっとチャンス与えましょうか。マンビとオンゴーモーにちょっと休憩してもらって、あとはどうしようかな。ボウかテグか、アンパートにも出してあげたいな。アンパートにするか。スターケイさんも疲れがちだった。中盤交代できないっていうのはちょっと地獄に感じるけど、これいけますか。はいはいはい、我慢した結果、今のは我慢したおかげ。え、マジ？ラッキーですね今のはね。マジラッキーでしたね今のは。
カシフ。カシフ。J リーグからプレミアの地行った。最高。最高。Thomas now. Promising attack this. And possibilities here.Chowdhury. ちょっと硬くないです。At times they make passing look easy. Hamza Chowdhury. Campana. これは我慢。Decent position これ我慢しよう。Wolves to be in. OK, OK, OK. ないでないでないで。いいよいいよ。ないでないで。よっしゃー俺バルデさんでそこ切っていたつもり今のは。切れてない？あーケツ。いや切ったつもりでいた。やっぱマンビとゴーモーにしてから明らかにこうオフェンスがむずくなったな。はい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 、エサー！ナイス。こっち。マンビー！マンビンビー！いやー、今真っ白に臭かったけどな。キーパーがちょっとかわいそうだな。これなんでこんなことになっちゃうんでしょうか。俺がキーパーです。アップデートを重ねた。ありがとう、いいえ。よし。ちょ素直に行こう。あ、いける。嘘でしょ。ゴーモーの芸術パスからダイレクトボイ。ちなみにゴーモーコーナーやる場合なんですけど、まあ、ペナルティーエリアの進入7、フリーキックコーナーキックの進入11にしないとダメです。じゃないとあそこの位置に人がいてくれないっていうのと、あのとんでもないカウンターを食らうんで、もしボールを失った場合。よし、出ないイエルがもうやばい。マジで最高。もう知ってあげなくていいよ。もういい。このまま平穏に暮らそう。なんでかな。イエーイ、変なタイミングの上ヤウチョー。2ゴールを決めて勝利に貢献したガルバトルウィンが今日のヒロと言って間違いなさそうです。ガルバトルウィン、君が好きる。今日の試合で連勝記録は伸びました。記録をどこまで伸ばしたいとお考えですか。あ、もう連勝記録とかいう話になってきた。ありがとう臼田恭子。君もたまには我々 B 級の言葉を言ってくれるんだな。ウルバーハンプトン・ワンダラーズとの差はほとんどありませんでした。勝てないかもと思う瞬間はありましたか。いや、正直なかったですけどね。ただシティ勝ったんですよね今日ね。今日こうシティ勝ったんでしょ今日。今日こお前京介やんけ。お前京介でした。シティ、まあ勝つよな、そらな。ブラックバーンにはそうだよね、そうだね。ビラも負けねえな、しかし、うん、逆に私たち4敗してるけどトフィーズは2敗なんですね。引き分けが多いけど、で次回がこれ左じゃない、右見ると分かるんですけど、アーセナルだよねこれね。ちょっとカレンダーの前に得点を見ます。ジェーズス、すげえ点取るじゃんジェーズス。まあ、カルバートルインも13ゴールと、ハドソン・オドイが10ゴール、アシスト、ハドソン・オードイ11、カルバート・ルーミン8、素晴らしい。あ、でも1週間、あ、でもウルブス、こっからちょっと、まあ、どうだろう。アーセナル戦、どうだろう。その後、中2日、シティ、厳しい。こっから急に日程厳しくなるな。ただでも、ビラとクリスタル・パレスの間は2週間ぐらい空くんだ。これが一番、ほらね、これ18周にしておかないと。バルデさんも70周もかかっちゃうか。カシーフ32周があるじゃない。ショルツさんもね、どうしようか、交渉。3万上げた方がいいと思います皆さん。ショルツさん。守備意識高めようか。あ、でもスイーパーでも上がるのか。
足でも速くなってほしいな、アンパドゥ。こっちで。いや、あと1週間で、デナイエル、上がります、能力。ホスメンサーさんももうちょっとで80ですね。ゲンズージ、いいね。シュートがでもなんか、シュートがあんま上がってないな。ボックスボックスに変えて、シャビシモンズもいいね。オリサも上がるじゃない、もう能力。ハドソン・オドイは41周があるな。ワイドウィンガーにする？ゴーも11周か。ウゴーもスキルムーブ上げたいな。トーマスさんもスキル5にしておきたいな。これでいいか。加速上げたいけどね、ちょっと。ただ上がんないな。コンプリートストライカー、スタミナ、冷静さ上げるか。冷静さ上げよう。マンビンビ。逆足上げたいな。冷静さ低い、マンビンビ。60。よく決めてんな、マンビンビ。ということで、まあ、2位のまんま突き進んでますけれども、まあ、頑張っていきたいと思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。Yeah.